はい、ということで皆さんこんにちは、鉄道ざんまいです。今回は2030年代に開業を予定している東京メトロの新路線、豊洲線と南北線の延伸区間について、その概要や現時点で明らかになっている運行形態等を見ていきたいと思います。東京メトロは今年の1月に有楽町線である地下鉄8号線、南北線である地下鉄7号線の延伸区間の鉄道事業許可を国土交通大臣に申請し、3月にその2路線の許可がなされました。有楽町線の延伸区間は豊洲駅から半蔵門線の住吉駅までを結ぶ区間、南北線の延伸区間は白金高輪から品川駅までを結ぶ区間です。それではまず豊洲線の方から説明していきたいと思います。豊洲線は有楽町線の途中駅である豊洲駅から東西線の東陽町駅を通り、半蔵門線の途中駅である住吉駅までを結ぶ全長約 5.2 キロの路線で、江東区内の南北交通の利便性向上、東京区部東部や埼玉県南部、千葉県北西部から国際競争力強化の拠点に位置づけられている東京臨海部へのアクセス性向上、そして東京メトロ東西線の混雑緩和などを目的に2030年代開業を予定しております。この路線が開業すると、豊洲住吉駅間の所要時間は10分ほど短縮され約9分となり、南北の移動が便利になります。豊洲線の起点となる豊洲駅はもともと有楽町線のホームとして利用され、現在はホーム拡張のため埋め立てられている真ん中2線の2、3番線となります。こちらは豊洲線開業を想定して板の取り外しが可能な作りとなっており、ホームドアも撤去されていないため、豊洲線開業時に再び利用することができます。また新木場方面のホーム0番線を増設し、混雑緩和を図るとのことだそうです。終点の住吉駅は半蔵門線の向かいに設けられるわけなのですが、少し複雑なので半蔵門線の住吉駅の構造を先に説明していこうと思います。半蔵門線の住吉駅は上下線でホームの階が異なる2層構造となっていて、地下3階が1番線、地下4階が2番線で、それぞれが1面2線の島式ホームとなっております。島式ホームの片側は上下線ともに現在留置線として利用されているため、フェンスが設けられて旅客用としては利用されていないというわけなんですね。豊洲線の住吉駅はフェンスを撤去した上で現在の留置線の部分に停車するといった形です。豊洲駅と住吉駅の間には枝川駅、東陽町駅、仙石駅が設けられる予定で、これらの駅は改札工法によるトンネルとなり、すべて1面2線の島式ホームの駅となります。ホーム有効長は重量対応の205メートルほどで、駅の幅は約11メートルから19メートルと発表されています。枝川駅と京葉線の塩見駅は至近ですが、両駅は接続せず連絡通路の設置も行わない計画となっています。続いてトンネルについても見ていきましょう。豊洲駅付近のトンネル途中駅に関しては、地上から地盤を掘削し、その中に鉄筋コンクリートなどでトンネルを作り、後で上部を土や砂などで埋め戻す開削工法によるものとなり、それ以外はシールドマシンと呼ばれる機械を使ってトンネルを掘り進んでいくシールド工法によるトンネルとなります。基本的には伏線シールドですが、仙石駅住吉駅間は住吉駅が2層構造であるために単線シールドとなります。伏線シールドの部分の幅は約10メートル、単線シールドの部分の幅は約7メートルとなります。運行本数に関しては、日中時間帯は毎時8本、朝ラッシュ時間帯は毎時12本となっていて、豊洲線開業後は新木場方面の減便が想定されています。最後に豊洲線の直通運転について見ていきましょう。豊洲線は日中時間帯、朝ラッシュ時間帯ともに毎時4本の列車が豊洲駅から先、有楽町線和光市方面への直通を行い、都心への乗り入れが予定されていて、豊洲止まりの列車は豊洲駅で和光市方面の列車に対面乗り換えが可能となります。豊洲駅から先新木場方面へ直通する列車や、住吉駅から先半蔵門線へ直通する列車の運行計画はないとのことです。以上、豊洲線でした。続いて南北線の延伸区間について見ていきましょう。南北線の延伸区間は白金高輪駅から先目黒方面と分かれ、品川駅までの約 2.8 キロを結ぶもので、六本木などの都心部とリニア中央新幹線の始発駅となる品川駅や、国際競争力強化の拠点である品川駅周辺地区とのアクセス利便性の向上、銀座線などの路線の混雑緩和を目的に
豊住線同様、2030年代の開業を予定しています。開業後の白金高輪品川駅間の所要時間は8分ほど短縮され4分になると発表されています。この路線は南北線、豊見田線の白金高輪駅を出ると、現在留置線として利用されている区間 0.3 キロを通り、目黒方面と分岐した後、急カーブを進み、都営浅草線高輪台駅周辺を通って品川駅までを結ぶルートとなります。用地買収や区分地条件取得の手間を省くため、基本的にルートは道路の下となっており、白金高輪駅から白金台駅付近は目黒通り直下を、白金台駅付近から国道15号線との合流までは2032年完成予定の環状4号線の下を、最後は国道15号線の地下を通り、終点の品川駅も国道15号線の地下にできる予定です。途中、白金台駅や高輪台駅の近くを通りますが、多くの利用が見込めないため、途中駅は設けないとのことです。では、品川駅の構造を見ていきましょう。品川駅のトンネルは改札工法が採用され、ホームは一面二線の島式ホームとなります。幅は約19メートルから22メートルとなる予定です。また、品川駅のホームは JR 線、京急線と並行に配置されます。続いて、トンネルについても見ていきます。現在、留置線として利用されている区間を出ると、はじめは改札工法によるトンネルとなりますが、それ以降は伏線シールドのトンネルとなります。途中、大深度法が適用され、通常の利用が行われない地表から40メートル以上の深さになる可能性があるとしています。伏線シールドの幅は約10メートルとなり、品川駅は改札工法の箱型トンネルとなります。運行本数に関しては、現段階では全時間帯で毎時12本の運行を想定しており、全列車が白金高輪駅から先、南北線あるいは都営三田線の直通運転を行うとしています。基本的に直通方向は半数ずつとなっていて、日中時間帯のみ南北線方面を毎時8本、三田線方面毎時4本と想定されています。ただ、都営三田線は日比谷や大手町など山手線や京浜東北線と比較的近い経路を走行していることなどから、あまり利用客は見込めず、品川乗り入れは主に南北線の列車になるかと思われます。南北線は品川延伸以外に東急目黒線を介しての相鉄線海老名湘南台方面への直通も予定されていますので、鉄道ネットワークのさらなる拡大が期待されます。南北線延伸に関しては以上となります。今回は東京メトロの2つの新路線について見ていきました。いかがでしたでしょうか。これらの路線は都市計画決定と環境アセスメントの手続きが進められ、それを受けて事業化となり、具体的に着手となる予定です。ということで、この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。